カタリーナ・フリーデリケ・シャルロッテ・ホン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク王・ビルヘルム一世の娘で、ビュルテンベルク王子、フリードリヒの妻。ビルヘルム一世と、その三番目の妻で、ビュルテンベルク王・ルートビヒの娘であるパウリーネの間の第一子、長女として生まれた。父にとっては三番目の娘である。また、両親は、同族のいとこ同士だった。 1845年11月20日、オジパウル王子の長男、フリードリヒ王子と結婚した。この結婚は、ビュルテンベルク王家内の血縁的結びつきを強めることと、分野筋に有力な国王候補者となる男子を設けておくことを目的としていた。夫妻の間には、一人息子のビルヘルムが生まれた。予期されていた通り、 カタリーナの弟の国王カール一世は子供を授からず、カタリーナの息子がビルヘルム二世として王位を継いだ。1870年に夫と死別した後はしばしばスイスのビラゼフェルトで生活した。ありがとうございます。